日ごと波乱へ向かうこの時代、強大な力を持ってはいても、この流れを押しとどめることなどできません。自分で生き方を選ぶことはできないの。だから今死んじゃダメ。あんたは生きて、生きて自分の人生を選んで、死んだ人たちの分まで。死んだ、生きて。これから死ぬ奴に名乗っても意味がねえな。まあ、よみがえらん。己が生き延びれただけでもよしと思うことだ。よくあることだ。立ち上る血と白梅香の匂い、野党に犬のように殺されるも地獄、売り飛ばされて女郎になるのもまた地獄。そう、飛天満遺留の断りに従って刀を振るっても、結局誰一人救えないこともある。俺が確実にできることといえば、犠牲者の骸を葬ってやることぐらいか。おや、どうだろうと人買いだろうと、死ねばただの袋だから。その石を、かすみさん、あかねさん、さくらさん、会ってまだ一日だったけど、男の子は自分一人だったから、命を捨てても守らなきゃって思ったんだ。でもみんな自分をかばって、この子だけはって。自分が子供だったから、だからせめて墓くらいはといい石探したんだけど。俺からの手向けだ。ありがとう。あの、俺は彦清十郎、剣を少々やる。剣、坊主、お前はかけがえのないものを守れなかっただけではなく、その三人の命をも託されたのだ。お前の小さき手はそのむくろの重さを知っている。だが、託された命の重さはその火ではない。お前はそれを背負ってしまった。自分を支え、人を守れる強さを身に。シンタ、優しすぎて剣客にはそぐわないな。お前は今から剣心と名乗れ。剣心、お前には俺のとっておきをくれてやる。